2022年1月の3日、ダンサーさん、お誕生日おめでとうございます。
ダンさん、ダンさん、ダンさんとは、まあ、だいぶとね、コロナ禍のこともあり、大変ご無沙汰なんですけれども、ダンさんのお誕生日の時にね、この歌を捧げた方です、民謡に言うたら高いちゃうすみません。なぜに、この歌をダンさんに、送れた方か、それはこの2022年より遡ること4年前、2018年に我が愛しのビタリア、ビタリアさん、彼女は、日本にいてて、この私と、いろんな縁がつながって、この場所を一緒に歌うことがかなって、で、多くのお友達の前で披露もできて、でその時にですね、ダンさんの方から、ビタリアにリクエストをね、いただいた時があったんですよ。で、ダンさんが多分、リクエストしたのは、ね、原曲のその、英語の、もともとのやつだったと思うんですけれども、書き添えに、ジュリーが、ちょっと振られてます。ジュリーがね、訳したんですよね、この歌ね。で、その時ジュリーも歌ってた歌ですとかいう感じのね、書き添えがあったので、だったらダンさん知ってるだろうなと思ってね。で、あの時もね、ビタリアは、期間が限定的にね、限られた間日本にいてるという形だったので、その中で、彼女にとっては英語の曲も外国語になるのでね、日本語も外国語ですけど、英語も彼女の国からすれば外国の語なので、その歌をね、短い中で、私のところに来てもらって、覚えてもらって歌披露するっていうのは、彼女のちょっと過密なスケジュールの中でなかなか難しいので、なかなかそのリクエストには お答えできないことをご了承くださいねっていう形で、その時にダンさんに申し上げて、でもその私の中でね、ずっとちょっと気になってたので、でビタリアはね、今は本当にすごくすごく遠いところに行ってるんですよ。ロシアって言ってね、ロシア自体がすごく広いんですけれども、それでもやっぱりこう日本に近いところがあればね、いろいろじゃないですか。その私たちがいてるこの日本から見たら、多分一番離れてるところがロシアなんですよ。そんなところにいてる彼女をですからね、今みたいなこんな私ので申し訳なかったですけれども、でもずっとね、ずっとなんか旦那さんがビタリアにリクエストしてくれてたことが私の中でずっと引っかかってて残ってて、いつか届けられたらなと思ってたので、この旦さんのね、お誕生日の時にいい機会かなと思いました。で、私の知る、ジュリーがね、これを歌う時でも25周年、ジュリーのデビュー25周年の武道館コンサートの1曲目としてね、これをこう、アカペラですよね。だから今私の歌ってます、向こうの方はやっぱり多少ちょっと音は入ってますけど、基本アカペラ歌手でしたね。で、その後、
秀樹が、西条秀樹さんがこの樹流のね、訳した方のこの歌を気に入って、秀樹のコンサートで秀樹がこうたびたび歌うようになっていくんですよね、この歌を。ですからその秀樹ファミリーはもしかしたらジュリーが訳した歌だと知らずに秀樹ソングだと思って聴いている人の中にはいてるかもしれないです。ですけれども、まあね、ジュリーの、歌でもあると。まあ、もともとは外国のやつだとして。まあ、そういうことなんですよ、ダンサーさん。それで、この2022年のダンサーさんお誕生日には、この歌を、トップを持って、歌わさせていただきました。またね、エコーとかが入ってて、私が今喋ってることを聞き取れてますよ。どうなんだろう。今喋ってる感じと、実際動画に上がるときに、こう、なんか、ちょっと違う感じになってると思うんですよ。まあ、いつもの、皆さんがいろいろその、概要欄とか説明欄と言ってるところ、まあ、私からしたらあそこはもう何て言うんですかね、日記というかアドレスというかね、うん、まあ、物語のようなね、書き込むみたいなページみたいなね、そういうような使い方するので、またそこに今喋ってることをまた書いておきますんでね、うん、です。まあ歌よりもちょっと話の方が長くなってしまいましたけども、ダンさん本当にまた良き1年間お過ごしください。まあね、年自体も明けたばかりなんですけれどもね、うん、まあ、お互いに自分の好きな形でね、歌っていけたらなと思ってます。以上です。ではダンさん、お誕生日本当におめでとうございました。では